中国共産党が2023年の7月に反スパイ法を改正したことによって中国に外国人が行くことのリスクが一気に高まったことはよく知られている話ですこの反スパイ法はスパイの基準などがとても曖昧で透明性も全くないものとなっていまして中国共産党が恣意的に外国人を捕らえることができる極めて危険な法律となっているんですね 日本人もこれまで17人ほどが拘束されており過去には10年を超える実刑判決が下された例もいくつかあるほどですもちろん必ずしも早期解放ができないわけではなく例えば2019年の安倍政権下においては北海道大学法学研究科教授である岩屋氏が中国の国家秘密に関わる資料を入手したとして 拘束された際に安倍元総理が当時の李克強首相に直接抗議して、ほどなくして解放されたということもありましたが、基本的には早期解放というのは簡単には望めません。また、昨年にはアステラス製薬の駐在員である50歳代の日本人男性が、中国共産党に拘束されるという事件がありました。 日本政府は外務省を通じてこの男性の解放を求めていますが中国政府はいまだにこの男性を拘束し続けていますただこれらはあくまでスパイ容疑の名目で中国当局に拘束されているわけですが実はスパイ容疑でなくとも中国から出国できなくなるケースがありましてこれがアメリカなどでは問題視されているんですね 拘束されないが中国から母国に帰国できなくなると果たして今中国で何が危険なのかどうすれば出国できないという事態を避けられるのかそのあたりをお話ししていきたいと思いますまず反スパイ法の危険性に関しても日本ではオールドメディアが流さないせいでまだまだ周知されていませんのでそこからお話ししていきたいと思います 中国共産党は昨年7月に反スパイ法を改正し国内外のスパイ活動や国家の安全を脅かす行為に対する取り締まりを大幅に強化しました。この改正によりスパイ活動の定義が大幅に拡大され外国人や企業も対象となる可能性が高まっています。特に外国企業や NGO 学術機関が対象になるケースが増えビジネスや研究のために情報を収集する行為が国家機密に触れるとみなされればスパイ行為とされるリスクが高くなっています中国政府は外国に向けて投資を呼びかけていますがこんな法律を通す国に誰が投資をするんだって話です この矛盾した動きは共産主義体制の強化と市場主義経済の導入という矛盾したシステムの弊害の一つといえそうですそんな中中国の反スパイ法改正に対応してアメリカは中国への渡航勧告を改定しました具体的には中国に行くことは恣意的な法執行や不当な拘束に遭うリスクがあるとして 警戒レベルを四段階中二番目に高い渡航最高へと引き上げたんですアメリカの国務省は中国におけるリスクに対してこのように説明しています様々な文書やデータを国家の秘密とみなし外国人をスパイ容疑で拘束する権限を持っているとさらに問題なのはもう一つのリスクです 外国政府との交渉での優位を確保するために外国人を拘束する可能性があるとこれは中国とカナダの摩擦の時にもありましたが中国は外交の武器として外国人を拘束してくる可能性がありますでは日本政府は反スパイ法改正に対してどのような動きに出たのか見ていきましょう外務省は 中国で改正版反スパイ法が成立したことを受けて、スパイ行為とみなされる可能性のある行為を例示し警告を発しました。例えば、スパイ組織に参加するなだとかそうしたところに資金を援助したり結託したり、国家機密となる可能性のある文書やデータ資料や物品を取ってくるなだとか、偵察したり、買収したり、 サイバー攻撃をしたりしないように呼びかけていますし,かし、かし注釈として具体的にどのような組織や人物がスパイ組織及びその代理人に該当し、どのような行為がスパイ行為とみなされるか明らかでなく、列挙されているもの以外にも、さまざまな行動が幅広くスパイ行為とみなされたり当局によって不透明かつ予見不可能な形で、 解釈されるる可能性がありますすとしているんですねむちゃくちゃ危険なわけですよ。さらに、福島第一原発の処理水放出に関しては、中国に滞在する法人が嫌がらせを受けないよう、不必要に日本語を大きな声で話さないなど、慎重な言動を心がけることが大切だと、注意喚起しました。しかしか 日本本ののの外務省が指定している中国本土への渡航危険レベルはゼロのままですこれだけ注意喚起して危険性を煽っておきながら渡航危険レベルゼロというのは明らかにおかしいです。ちなみに一つ上のレベルである危険レベル1はどのような状態なのかといいますと十分注意してくださいという定義です。 中国当局による拘束は不透明かつ予見不可能と注意喚起を行っているのに十分注意してくださいという渡航危険レベル1すら発令しないんですねなぜこのようなことが起きているのかこれは中国との経済的関係を維持したい日中関係の悪化を防ぎたいという意図以外にありえないわけですこうした判断のもと 親中派の議員が外務省と結託して渡航危険レベル引き上げを止めているのかもしれません何にせよ間違いなく忖度が働いているわけですそうそうスパイ容疑で捕まることもないだろうと楽観視しているのかもしれませんただ中国への入国リスクはスパイ容疑による拘束だけではないんですね ロイター通信なども過去に報じていますが人権団体セーフガードディフェンダーズの報告書では習近平が2012年に権力を握って以来中国は出国禁止の法的枠組みを拡大し時には法的正当性を超えて出国禁止令をますます多く使用するようになったとこのように報告されているんです。 この法律が適用されているのは主に中国人になるわけですが、実は外国人も出国禁止令が適用されるんです。セーフガードディフェンダーズによりますと、これまで数万人規模の中国人が出国禁止されていると推定しており、さらに、クリスカーとジャック・オォルドセンによる、 2022年の学術論文を引用し1995年から2019年の間に128名の外国人が出国禁止されておりその中にはアメリカ人29人とカナダ人44人が含まれているとしていますさらにロイター通信が中国最高裁のデータベースから出国禁止に関する記録を分析したところ 2016年から2022年の間に出国禁止に言及する事例が8倍に増加していることが分かったそうです。これの恐ろしいところがですね出国禁止になった人々のほとんどがスパイ活動などの刑事事件ではなく民事に関する事案で出国禁止にされているんですね。しかしか その民事の部分に関しても出国禁止に至るまでの流れが不透明なんです。刑事事件ではないので拘束されるわけではないが帰国することがかなわなくなるということで、拘束されていない分あまり海外メディアに取り上げられることもなく、国家間の摩擦にもつながりにくいというわけです。しかし、 当然のことながらアメリカなどはこうした問題に関しても深刻に受け止めています。セーフガード・ディフェンダーズの報告書によると中国からの出国を禁じられている人々には金融紛争に巻き込まれた一般中国人のほか人権擁護活動家、弁護士、中国北西部の新疆ウイグル自治区のウイグル族などの少数民族も含まれているということです。 2017年に中国から脱出しのちにアメリカで亡命を認められるまで、2年間出国を拒否されていた中国の人権活動家であるシアン・リー氏はこのように語っています。中国当局はどんな理由でも出国を阻止する理由を見つけられる。中国には法の支配がない法律は中国共産党の目的を果たすために使われている。 非常に効果的だとさらに、蘇州や新鮮での悲劇などもありました。中国への渡航がいかに危険かという話です。ビジネスや観光で中国に行くという方はくれぐれも現地での言動にはお気をつけください。民事レベルでも帰国ができなくなる可能性があるのでくれぐれも危うい行動は慎んでください。また、反スパイ法対策としては、 やみ雲に港や空港政府関連施設や軍関連施設を撮影したりしないこと政治的な話題や中国政府の批判は避けること日本語で大声でしゃべることも控えること SNS に中国での写真や感想を投稿する際は敏感な内容や誤解を招く表現を控えること ビジネスで行方は業務に関係のない情報収集や機密に触れるような行動は避けることが重要です。データ収集や資料の持ち帰りは厳禁です。人目の少ないところに行くのも避けましょう。外務省が渡航危険レベルゼロと設定していても中国は十分に注意が必要な国ということを忘れないようにしてください。そして できれば渡航を見送るようにしてください。皆さんはこの話についてどう思いますか考えをコメント欄に残してくださいでは次のパートに進みましょう石破氏の衝撃的新防衛政策中国軍機日本領空侵犯時の撃墜許可これが新たな防衛政策として浮上しています一体何が起きているのでしょうか 石橋下氏が新たな防衛政策を提案しました。この政策は日本の防衛姿勢を大きく変える可能性を秘めています。石橋の新防衛政策提案の背景には近年増加している外国機による領空侵犯があります。特に尖閣諸島周辺での緊張が高まる中より強固な対応が必要だという認識が広がっています。 石破氏は現在の対応では不十分であり、日本の主権を守るためにはより断固とした措置が必要だと主張しています。新防衛政策の主要ポイントは領空侵犯機に対する撃墜許可です。これまでの対応は自衛隊機による警告や追い出しが主でしたが、 この新政策では特定の条件下で撃墜を認めるという極めて強硬な姿勢を示しています。航空機撃墜許可の具体的な条件として以下が挙げられています。まず領空侵犯が明確であること、次に複数回の警告にもかかわらず退去しないこと、そして明らかな敵対行為が認められることです。 これらの条件は国際法に基づいて設定されており不必要な衝突を避けるための慎重な判断基準となっています撃墜許可の実施手順は以下のように提案されていますまず自衛隊機による目視確認を行います次に無線による警告を複数回実施しますそれでも退去しない場合レーダーロックオンによる威嚇を行います 最終的に政府の承認を得て撃墜に踏み切るという流れですこの手順は段階的なエスカレーションを含んでおり相手国に退去の機会を与えつつ日本の意思を明確に示す狙いがあります石橋はこの政策により抑止力が高まり実際の衝突リスクは低下すると説明しています 撃墜する意思を示すことでむしろ領空侵犯そのものが減少するというのが彼の主張ですしかしこの提案は国内外で大きな波紋を呼んでいます国内では積極的な防衛派から支持の声が上がる一方で平和主義を掲げる勢力からは批判の声も出ています また国際社会からもさまざまな反応が寄せられており特に近隣諸国の反応は注目されています。C 国の猛反発と国内の混乱、石破氏の新防衛政策提案を受け C 国政府は猛反発しています。C 国外交部は即座に公式声明を発表し、この提案を極めて無責任で危険な挑発行為と非難しました。 声明では日本のこのような行為は地域の平和と安定を著しく損なうものであり断じて容認できないと強い口調で批判していますさらに C 国外交部スポークスマンは緊急記者会見を開きましたスポークスマンは日本の行動は国際法違反であり地域の緊張を高める危険な賭けだと述べ 必要なあらゆる措置を講じる用意があると警告しました。また日本は歴史の教訓を忘れ軍国主義の道を歩もうとしていると批判し、国際社会に対して日本の行動を中止するよう呼びかけました。C 国メディアも一斉に反日報道を展開しています。新華社通信は日本の危険な軍事冒険主義と題する社説を掲載し、 日本の行動は東アジアの平和を脅かす火遊びだと厳しく非難しました人民日報も平和を脅かす日本の暴走という見出しの記事で日本の政策転換を批判的に報じています C 国中央テレビ CCTV は特別番組を組んで日本の動きを詳細に分析し日本の真の狙いは軍事大国化だと結論づけています C 国の SNS 上では反日感情が急速に広がっています。ウェイボーウェイボーでは日本製品不買というハッシュタグが瞬く間にトレンド入りし、数億回の開花を記録しました。多くのユーザーが日本車を買うな日本旅行をキャンセルしようと呼びかけており、日本企業の製品写真を X で消す投稿が相次いでいます。 さらに C 国の主要都市では大規模な反日デモが発生しています。北京の日本大使館前には推定1万人以上が集結し、日本は謝罪せよ尖閣は中国のものだなどのスローガンを掲げて抗議しています。上海では日本総領事館周辺に警察が厳重な警備体制を敷いていますが、数千人規模のデモ隊が押し寄せています。 広州や成都などの地方都市でも同様のデモが起きており、一部では日本料理店や日系企業の店舗に投石する過激な行動も報告されています。C 国政府は表向き冷静な対応を呼びかけていますが、国内の反日感情を抑えきれていないのが現状です。この事態を受けて C 国在住の日本人に対し、 外出時の注意を呼びかける声明が、日本大使館から出されました。両国の緊張関係は、かつてない水準にまで高まっています。石橋と台湾交換の極秘会談石橋氏と台湾政府交換との極秘会談が、先週木曜日に台北市内のホテルで行われたことが明らかになりました。 会談には台湾の来政徳副総統が出席し約3時間にわたって意見交換が行われたとされていますこの会談の具体的な内容は明らかにされていませんが複数の関係者によると主に以下のトピックが議論されたとのことですまず日本の新防衛政策に関する詳細な説明が石橋から行われました 特に領空侵犯機に対する撃墜許可の条件や手順について、台湾側の理解を求めたとされています。次に台湾海峡の安全保障問題が話し合われました。C 国による軍事的圧力の増大を受け、日台間の安全保障協力の可能性が探られたようです。具体的には情報共有体制の強化や、 有事の際の協力体制について意見が交わされたと伝えられています。さらに経済面での協力強化も議題に上がりました。半導体産業を中心とした技術協力やサプライチェーンの強靭化について話し合われたとの情報もあります。会談後、台湾側から公式声明が発表されました。 声明では日本との友好関係をさらに深める有意義な会談だったと評価、地域の平和と安定のために、日体が協力して取り組む重要性を再確認したと述べています。またより副総統は記者団に対し、日本の新たな防衛政策を支持すると明言、台湾の安全は日本の安全と密接に関連していると強調し、 両国の連携強化に前向きな姿勢を示しました台湾メディアも今回の会談を大々的に報じています自由時報は日台安保協力の新時代という見出しで一面を飾り中国時報も日本の新防衛政策台湾にとって追い風にと報じるなど好意的な論調が目立ちます 台湾の世論もおおむね肯定的な反応を示しています。台北市内で行われた街頭インタビューでは、日本の支援は心強い C 国の圧力に対抗するには日本との協力が不可欠。といった声が聞かれました。一方で野党・国民党からは慎重な意見も出ています。国民党の後継新主席は 過度な日本への傾斜は C 国を刺激する恐れがあると指摘、バランスの取れた外交が必要と訴えています。今回の会談は日台関係の新たな局面を開く可能性を秘めています。今後の展開が注目されます。習近平のののパニックとと国経済の混乱石橋と台湾交換の会談を受け 習近平国家主席は緊急の政治局常務委員会を招集しました。北京の中南海で開かれたこの会議には、李強首相や王毅外相など C 国のトップ指導者が勢ぞろいしました。会議では日本の新防衛政策と台湾との接近に対する対応策が議論されました。複数の情報筋によると出席者の間で意見が割れたとのことです。 強硬派は日本に対する経済制裁を実施すべきと主張一方で恩健派からは外交ルートを通じた対話を優先すべきとの意見も出されました結果として以下の対応策が決定されたと伝えられていますまず日本に対する外交ルートでの抗議を強化次に台湾海峡での軍事演習の規模を拡大 さらに日本企業に対する監督強化と一部の日本製品の輸入規制を実施することが決まりましたこの決定を受け C 国経済に直接的な影響が現れています上海証券取引所の株価指数は一時8%近く下落特に日本との取引が多い企業の株価が軒並み急落しました 為替市場では人民元がタイドルで下落し6年ぶりの安値を記録 C 国人民銀行は為替介入を余儀なくされています C 国企業の対日投資や貿易にも大きな変化が見られます大手家電メーカーのハイアールは日本での工場建設計画を凍結アリババグループは日本市場からの撤退を検討中と報じられています また日本からの自動車部品の輸入が滞り C 国の自動車メーカー各社が生産調整を余儀なくされています一方で C 国政府は経済への悪影響を最小限に抑えようと躍起になっています国家発展改革委員会は国内需要拡大策を発表また人民銀行は利下げを実施し市場に流動性を供給しています しかしこれらの措置にもかかわらず C 国経済の先行きに対する不安は拭えていません香港の市場関係者は C 国政府の対応は場当たり的長期的な戦略が見えないと指摘していますまたシー国々内でも経済悪化を懸念する声が上がっています上海のビジネスマンは政治対立が経済を犠牲にしていると不満を漏らし 広州の中小企業経営者はこれ以上の混乱は耐えられないと嘆いています。習近平政権は難しい舵取りを迫られています。政治的な威信を持ちつつ経済への打撃を最小限に抑える必要があります。今後の C 国の動向がアジア太平洋地域の情勢に大きな影響を与えることは間違いありません。新 2024年9月18日、C 国新セン市で日本人少年が殺害される事件が発生し、必死感に新たな外交的緊張をもたらしました。この悲劇的な出来事は日本国内で強い反響を呼び起こしています。特筆すべきはこの事件が C 国における、ことや事変記念日と重なっていたことです。 この偶然の一致により、日本では事件の背景に反日感情があるのではないかという見方が広まっています。事件の詳細はまだ明らかになっていませんが、被害者は新選手を訪れていた日本人留学生だったと報じられています。C 国当局は事件発生後すぐに捜査を開始しましたが、犯人の特定には至っていません。 石破茂氏をはじめとする日本の政治指導者たちはこの事件に対して強い抗議の意を表明しています。彼らは C 国政府に対して事件の徹底的な捜査と犯人の迅速な早歩を要求しています。また日本政府は領事館を通じて現地の日本人コミュニティに注意を呼びかけています。 一方、C 国側はこの事件を偶発的な犯罪として扱おうとしている様子です。C 国外交部の報道官は記者会見で、この事件は不幸な偶然であり政治的な背景はないと述べています。しかし、この説明に納得しない声が日本国内外で上がっています。日本政府の強硬な姿勢の背景には、 アメリカとカナダからの支持があるとされています両国は日本の立場に理解を示し C 国に対して透明性のある調査を求める声明を発表しましたアメリカのブリンケン国務長官は同盟国である日本の懸念を深刻に受け止めていると述べ事件の真相究明を C 国に要求しています カナダのトルドー首相も同様の立場を表明し、国際社会はこの事件の徹底的な調査結果を中止していると強調しました。この事件を受けて、アメリカ政府は C 国への渡航警告レベルを引き上げました。またカナダ政府も自国民に対して C 国渡航時の注意を呼びかけています。国連でもこの事件が取り上げられました。 日本の代表は安全保障理事会で演説し C 国における日本人の安全が脅かされていると訴えましたこれに対し C 国代表は一つの不幸な事件を政治問題化するべきではないと反論しています事件発生から3週間が経過しましたが日 C 間の緊張は収まる気配を見せていません 今後の捜査の進展と両国の外交交渉が注目されています青山茂春先生が語る新鮮事件の本質新鮮事件について青山茂春先生が独自の見解を示されました青山先生はこの事件が偶発的なものではなく日中関係の根本的な問題から生じた必然的な事態だと指摘されています 事件の背景には両国の教育問題があると言います中国での反日教育日本での自虐的な歴史観が不健全な関係を生み出しているのです中国の二面的態度も問題視されています日本企業の投資を必要としながら反日感情を煽る矛盾した姿勢をとっているのです 例えば日本政府の対応不足も批判されています。中国での日本人の安全確保策が不十分で、外務省の渡航危険度レベルも現状を反映していないと指摘されています。経済関係と政治的緊張の矛盾も浮き彫りになっています。 日本企業の中国進出が進む一方で中国経済も日本に依存しています政治的緊張にもかかわらず経済的つながりが維持される複雑な状況が続いているのです青山先生は2024年4月の日本人襲撃事件や6月のスクールバス襲撃事件など 一連ののの反日日的事件への日本政府の対応が不十分だったことも指摘されていますまた日中国交正常開講も続く中国の内政干渉例えば靖国神社参拝への干渉なども問題視されています青山先生はこうした問題の解決には日本の指導者に五感物事を観察する5つの視点が必要だと主張されています 特に戦後の日本の歴史を正しく見る視点が重要だと強調されています。最後にこの事件を契機に日中関係の根本的な見直しが必要だと訴えています。歴史認識や経済関係安全保障など多岐にわたる問題について真摯な議論と対応が求められると結論付けています。青山重春先生が提言する日本の対応策。 青山茂春先生は、新選事件を受けて日本が取るべき対応について、毅然とした態度と包括的な対策の必要性を訴えています。まず日中関係の根本的な見直しが不可欠だと指摘されています。歴史認識や国家間関係の再構築が必要であり、 日本の主権と国民の安全を最優先する外交姿勢を確立すべきだと主張しています在外国と保護の強化も重要な課題です青山先生はパスポートに記載された国家の保護義務を徹底し有中日本人全体を包括的に保護する体制を構築すべきだと提言しています 日本企業の中国進出に関しても政府の責任ある対応が求められています進出企業への支援や撤退時の保障の必要性を指摘し赤字経営や撤退困難な状況に陥った企業への対応策を講じるべきだと述べています情報公開と国民への啓発も重要な課題です 中国の実態や日本人が直面するリスクについて正確な情報を提供する必要があります。また渡航危険度レベルの適切な設定と更新を求めています。国際社会との連携強化も提言されています。同様の懸念を持つ国々との情報共有や共同対応。国連などの場での日本の立場の明確化が必要だと指摘しています。 国内教育の見直しも重要な課題です。偏りのない歴史教育の実施や、国際情勢や外交関係についての理解促進が必要だと青山先生は主張しています。経済関係の再考も求められています。中国依存からの脱却と新たな経済戦略の構築。 国家安全保障の観点からの投資貿易政策の見直しが必要だと指摘しています最後に政治指導者の資質向上の必要性も強調されています歴史観や国際情勢に関する深い理解を持つリーダーの育成が重要であり総裁選や選挙での日中関係に関する実質的な議論が必要だと青山先生は訴えています 新鮮事件は日中関係の根本的な問題を浮き彫りにしました。青山茂春先生の分析によれば、この事態は偶発的なものではなく長年の歪んだ関係の帰結です。日本は今こそ毅然とした態度で中国と向き合い、包括的な対策を講じる必要があります。中国の経済崩壊が引き起こした失業地獄、新仙市では、 職を失った人々が大量にホームレス化しています国家統計局が失業者数を隠す中若者たちは仕事を求めて街をさまよっていますこの衝撃的な現実とその背景とは2024年の中国の就職市場は過去に例を見ないほどの厳しさを迎えています2023年末時点でもひどかった就職市場が 現在ではさらに悪化しまさに失業地獄と化しています国家統計局は失業者数の公表を取り留め就職市場の実態を隠そうとしていますがそのカオスな状況は隠しきれません特に若年層の失業は深刻で若者たちは職を求めて必死に動いています新鮮市の駅前広場では 多くのホームレスが見られるようになりました特に田舎から仕事を探しに来た人々が多く彼らは仕事が見つからず旅館に泊まる余裕もないためやむを得ず野宿をしていますこの光景は中国経済の深刻な問題を象徴しています社会全体が不安定さを増す中で 失業者たちは生計を立てるためにあらゆる手段を模索しています。しかし、就職市場の現実は厳しく、希望の光はなかなか見えません。ネットユーザーの一人が、自分の生活の厳しさを訴えています。彼は大学の学位を持っているにもかかわらず、1年以上も失業している状況です。日雇いの仕事でなんとか生計を立てていますが、 それでも家計を賄うには十分ではありません住宅ローンや車のローン子どもの教育費など生活費は増える一方です彼は朝早くから夜遅くまで働き続けるものの月々の収入はわずかで将来に対する不安は募るばかりですこうした厳しい状況に直面しているのは彼だけではありません 多くの人々が同じような苦境に立たされています高い学歴を持ちながらも安定した職を見つけられない現実が彼らの心に重くのしかかっています生活費を稼ぐためにどんな仕事でも引き受けざるを得ない状況が続いています中国の経済崩壊は彼らの生活を根底から揺るがしています 中国の若年層の失業率は公式には21.3%とされていますが実際にはそれをはるかに超える60%に達すると見られていますこの数字は OECD 諸国中でも5番目に高いものです若者たちは就職できない現実に直面し途方に暮れています特に大学卒業生の就職率は低く 文系学部ではその数値は約30%にとどまっています。さらに、大学院卒でも就職率はわずか18.24%しかありません。多くの卒業生が希望の職に就けず、柔軟な職種、例えばサービス業やアルバイトに従事しています。彼らの多くは高額な学費を支払って高等教育を受けたにもかかわらず、 その投資が報われていません。家族や自身の将来に対する期待が大きかった分。失業という現実は彼らにとって非常に重いものです就職史上の冷酷な現実は彼らの心を深く傷つけていますアメリカでは中国人留学生の入国拒否が続いています 特に技術流出を懸念する大学やプログラムに対する措置が厳しくなっているのです。この背景には、国家間の緊張と競争が影響しています。国費留学生は、技術を盗むことが義務付けられており、帰国後にはスパイ活動が期待されています。日本の大学でもこうした留学生を受け入れている現状があり、 技術流出のリスクは高まっています。これにより、留学生自身も複雑な立場に置かれています。留学先での制限や厳しい監視の下での生活は彼らにとって大きなストレスです。アメリカでの対応が厳しさを増す中で、多くの留学生は帰国を余儀なくされ、その後の進路に不安を抱えています。中国の若者たちにとって、 海外留学はもはや安全で確実な未来への道ではなくなってきています。2024年の中国国家公務員試験には過去最高の33万人が出願しその倍率は77倍に達しています。一部の職種では6000倍という驚異的な倍率となっており公務員の人気の高さがうかがえます。しかし、か この加熱した競争の背景には安定した職を求める多くの人々の切実な願いが隠されています中央レベルの行政機関では縮小が進められており地方政府でも行政施設の削減が行われていますこれに伴い公務員の削減が急がれており地方政府の財政難がその一因となっています 地方政府の財政難は土地売却収入の大幅な減少によって引き起こされています。2021年のピークから2023年までに33%減少し多くの地方政府は財政的に逼迫しています。このような状況下で公務員の給与削減や見払いが多発し 生活の安定を求める人々がさらに厳しい現実に直面しています。中国の地方政府は深刻な財政難に直面しています。土地売却収入が大幅に減少し2021年のピークから2023年までに33%も減少しました。この収入減少は 地方政府の運営に直接的な影響を及ぼしています多くの地方政府では公務員の給与削減や未払いが頻発しています例えば天津市政府では昇進しても給与が2割減ったという事例が報告されていますまた両年省の市営公園で働く飼育員は6ヶ月間も給与が支払われていないと訴えています 地方政府の財政難は公務員だけでなく地域全体の経済活動にも影響を与えています公共サービスの質が低下しインフラ整備が遅れるなど市民の生活にも直接的な悪影響を及ぼしています財政難が続く中で地方政府の運営はますます厳しくなりその影響は広がっています 中国では就職が困難な現実を受け、多くの若者がフリーランスとして働く道を選んでいます。しかし、フードデリバリー1号車や運転手などのサービス業もすでに飽和状態です。大学卒業者の中には、フリーランスで働くことを余儀なくされている人増えています。フリーランスとして働く彼らの収入は安定せず、 例えばフードデリバリーの仕事では、1日20件の注文をこなしても4000円程度の収入しか得られません。これでは、生活費や家賃、その他の必要経費を賄うのに十分ではありません。2024年には大学卒業者数が1179万人に達し、過去最高を記録しました。しかし、 そのの多くが低賃金のフリーランス仕事事に従事しています。過去3年間で2億人が非正規雇用に従事しておりフリーランスや配達業配車サービスなどに従事しています政府の資金支援により存続している企業も多く表面に出ている失業者数よりも隠れた失業者数の方が多くその問題は非常に深刻です フリーランスとして働く若者たちは、将来への不安を抱えながら日々の生活を続けています。中国の大企業も経済崩壊の影響を受け、大規模なリストラを余儀なくされています。アリババは1万4000人以上、共闘集団は1万2000人、レノボグループは7500人を解雇しました。さらに 電気自動車メーカーの力車は従業員の18%少なくとも5600人を解雇しています武漢鉄鋼集団は約29万人もの従業員を解雇しました特に鉄鋼業界は厳しい状況にあります鉄鋼価格の下落と過剰生産能力不動産プロジェクトの縮小が影響し 多くの鉄鋼業者が倒産産や生産停止に追いい込ままれています。サウスチャイナ・モーニング・ポストによると2023年には不動産インターネット自動車金融業界を含む23の大手企業のうち14社が人員削減を行いましたこれにより多くの従業員が職を失い生活が不安定になっています 他の企業も従業員の給与や福利厚生を削減しており働く人々の生活はさらに厳しさを増しています大企業のリストラの波は経済全体に深刻な影響を与え社会の不安を増大させています中国の銀行もまた不良債権の増加に直面しています宮井銀行などは返済を取り立てるための人材 いいわゆる取り立てて屋を募集していますこの職には法律と金融の専門知識そして5年以上の経験が必要とされています不良債権率が高まり銀行は返済を確保するためにこのような手段に頼らざるを得ない状況です失業者の増加は銀行への返済が困難になる要因となっています 多くの家庭が収入の減少や失業によりローンの返済を滞らせておりこれがさらに銀行の不良債権を増やしています取り立てが厳しくなることで社会全体にさらなる不安が広がっています取り立て屋の活動は借り手に対するプレッシャーを強め彼らの生活に深刻な影響を及ぼします 返済のために必要な収入を得られない多くの人々が経済的な追い詰められた状況に置かれていますこのような現実は中国の経済崩壊の一発を象徴しています中国国内では政治的事件と社会的混乱が増加しています武漢では警察署副署長が刺されて死亡し 山西省でも政教委員長が命を奪われる事件が発生しましたこうした事件は社会の底辺での相互被害や社会的報復の増加を示しています天安門事件の35周年を迎えた北京では厳重な警備が敷かれ犠牲者の追悼が徹底的に阻止されました政府は厳戒態勢を指揮 社会の不安定さを抑え込もうとしていますが反発は広がっています米議会の報告書では習近平と中国共産党の汚職が暴露され国内外での緊張が高まっていますこの報告書は国内の不満をさらに煽り社会の分断を深めています米中関係の緊張も増し アメリカ人教師が襲われる事件が発生するなど影響は国際的にも広がっていますこのような政治的緊張と社会の混乱は中国国内の不安定な状況を如実に物語っています経済崩壊の中で社会全体が揺れ動いておりその影響は計り知れません中国は今まさに 経済崩壊とそれにに伴う社会的混乱に直面しています深刻な失業問題に苦しむ若者たち生活の厳しさに耐える市民そして大企業のリストラや地方政府の財政難これらの問題は中国社会全体を揺るがしその影響は一部の地域や個人にとどまらず広範囲にわたっています。 中国国内の政治的緊張と社会的混乱は経済的な問題と深く結びついています。取り立て屋の増加や厳しい競争倍率の公務員試験、そしてアメリカとの関係悪化が社会の不安定さをさらに増幅させています。これらの問題は未来に向けた希望を持つ若者たちや市民たちにとって大きな試練となっています。 新鮮市でのホームレスの増加は中国の経済崩壊の象徴的な現象です。私たちはこの現実を見つめ理解する必要があります。中国の経済と社会がどのように進展していくのか今後も中止していくことが重要です。あなたの視点から見た解説をぜひコメント欄で聞かせてくださいね。 今回の内容が面白かったら、ぜひ、ライクボタンもお願いします。チャンネル登録と通知ベルを押すのを忘れないでください。新しい動画を作るモチベーションになります。ご視聴ありがとうございました。